編集者のふとうです。今日も始まります、パンパンチャンネルのレッツパンパントーク。パンパンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさんね、ポンさんってね、ヤクザやったじゃないですか。はい、唐突なんですけども、はい、そのポンさんのその生きてきたその人生の中ってね、そのヤクザっていうところは、私が勝手に思ってるのはすごい縦組織だなっていうふうに思うんですけど、はい、まあそうですね、上と下がすごいはっきりしてたり忠実だなって思うことがすごい多いんですが、はい、なんかその中でやっぱりそのなんていうんですかね、綺麗な話っていうんですかね、こういうこともあるんだよみたいな話とかあったら、なんか聞かせてほしいなって思ったりしたんですが、そういうことってあります？ないですかね。まあドロドロの世界ですからね。ですよね。騙し騙されの世界ですから。はい。そうですね。ちょっと前ツイッターにね、ちらっと載せてることがあるんですけど。はい、その友達の Y 君の話なんですけど、はい、Y 君、はい、じゃあその話ちょっとしますね。ツイッターにも載ってた話ですか？そうです、触りは結構いやらしい書き方してるんですけど。あ、そうなんですか、はい、じゃあお願いします。友達の Y 君の話、はい、Y 君がね、 Y 君の話、僕らが27とか、はい、それぐらいの時の話なんですけど、はい、バイ君ポンチューで、はい、男前なんですよ。あ、男前なんですか？はい、ホストでも年々通用する男前な子なんですけど、ね、はいはいはい、その子がモテモテな感じですね。モテモテです、はい、その子が20歳上の女性と、20歳上、はい、はい、まあだから40半ば超えてる女性と付き合いだしたんですよ、ある日。結構離れてますよね。っていうか、その年でその年の上の人ってすごい離れてる。そうなんですよ、ね、それはお金目的でくっついたんですよ。はいはい、その女性の、親族の絡みで遺産相続があったんですよ。はい、で江東区の木場の方にマンションがあってね、はい、そのマンションを手に入れようと、その女性が相続で、はいはいはい、その相談を人づてで回ってきて入り込んだんですよね、そこに。はいはいはい、でそのマンションは取れたんですよ。取れたちが、まあ、相続できたんですよ、無事、はい、その女性のとこにね、はいはい、その40後半の人の、そうです、そうです、はいはい、取れたんですよ、はい、でまあその女性とも僕何回も会ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、自身もその当時ね、はい、何回も会ってるんですけど、はい、ポンチュやから Y 君が、はいはい、5時間も6時間も、まあ、その夜の営みができるわけなんですよ。まあそれはポンチやからね、まあまあ、できますよね。まあ4時間も5時間。じゃあそのね、女性の方はポンチっていうことを知らない？知らないです。あ、なるほど。最初はまあ知らなかったと思います、はい、で僕にも出会った時に、はい、5時間も6時間も、はい、求めてくれると、はい、愛されてるっていうことを、まあニヤニヤしながら僕によく言ってたんですよ、女性。でも逆にそれをよくポンさんに言いましたよね。その女性も夜の営みのことでしょう。うん、全然結構オープンで言ってましたね、その女性は。それもすごいですね。まあ愛されてるアピールですよね。なるほどね。まあ男前やし、うん、私がこんだけ愛されてるよっていうことが言いたかったんでしょうね、当時。はい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 。ね、まあ僕はそのお金儲けっていうことを知ってたから、お金のために、はい、が頑張ってるなと。はいはいはい。まあでも女性も綺麗な人は綺麗な人だったんですよ。ああ、なるほど。はい。で、そっからね、まあ何ヶ月、1年ぐらいかな、はい、経ってからね、はい、まあずっと付き合ってたんですけど、はいはいはい、彼女の方の弟さんが、騙されて、はい、会社倒産させて、はい、負債かけて抱えたんですよ。あ、はい。で、この弟っていうのは、種違いの弟なんですけど、だから遺産も何も入ってないんですよ。なるほど。この子にはね、この弟には入ってないんですよ。はい、まあ弟はそれなりに、まあ頑張って工場をやって頑張っとったんですけど、はいはい、まああることに引っかかってしまって、はい、で何億って負債を抱えたんですよ。あ、何億、はい、はい。でまあその Y 君も弟とは付き合いがあったらしくて、その時にはもう、はいはい、そんで、Y がその彼女に言って、はい、マンション売って負債を、借金を返してあげようと。 Y 君がですか？そう言って、はい、でそのマンションを売って、
全部きれいにできたんですよ。できたって言ってもお金が余るようなことはなかったんですけど、はいはいはい、そうせんと弟は死んでしまうと思ったみたいです。Y 君は気の弱い子だったんで。でもう保険とかも かけとったんですけど、はい、その保険とかも全部もう負債が全部返して、ワインの保険も彼女の保険もそれぐらいして返さなダメだったらしいんですよ。もうギリギリの状況で、やっと返せたと。なるほど。いう状況だったらしいんですよ。はいはいはい。そっからね、まだワインはその彼女と一緒にいてたんですよ。その後もね、お金目的だった。そうなんですよ。お金もなくなったのに、はいはいはい、そっからまだ一緒にいてたんですよ。はい、そっから1年後か、また1年後ぐらいに、はい、弟が病気で死んだんですよ。わー、そのせっかく返したのに。そうなんですよ。だからその時にストレスがやっぱり結構あったんでしょうね。はいはいはい、病気で死んで、はい、子供がまだいててね、はい、中学校ぐらいの子供だったんかな、その時に。はいはい、その後、面倒を Y が見てあげてね。Y さんがですか？はい、彼女と。はい。で、今現代ね。はい。あれから30年ぐらい経ってるじゃない、経ってるんですよ。はいはいはい。未だに一緒にいてるんですよ。あ、未だにですか？そうです。Y がトラックの運転手しながら、はい。ずっと団地でね。はい。住んでいてますよ。団地でですか？はい、もう覚醒剤もやめて。すごいですね、はい、それ Y さんすごい更生しましたね。更生、まあ、更生したどころか、だから彼女の力でしょうね。だからすごいやっぱり巡り合うべき人に巡り合ってたんかもしれないですよね。だと思います。最初お金目的やったけど、はい、やっぱ愛情に移っていったんでしょうね。いやだってかなり年上ですもんね。そうです、もう70とに過ぎてますからね。ですよね、はい。でそれで自分はトラックに乗って今ずっとそうやって。そうです、そうです。わ、素晴らしいお話ですね。なんか、はい、今まで あのポンポンチャンネルとはちょっと違うお話になりましたが、ちょっとすごい、はい、綺麗な美談だったと思います。はい、もうないですよ、美談話。美談ないですか？そうですか、わかりました。ポンさん今日もありがとうございます。はい、ありがとうございました。ポンポンチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。 See you!